札幌ドームにお集まりのファイターズファンの皆さん、テレビラジオでファイターズを応援されているファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは貴重な追加点となる2点タイムリーヒットを打ちました中島拓也選手と、6回を投げて無失点、チームを3連勝に導きました加藤貴之投手です。まずは中島選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずなんとか逃げ切りましたけれども、今のお気持ちいかがですか？そうですね、最後、ピンチだったので、ちょっと、珍しく緊張したのかなと感じですけどね、はい。ただ結局中島選手のタイムリーもありまして逃げ切りました。中島選手が打ったのは1対0と1点リードの4回裏、ワンアウト2塁3塁で貴重な2点タイムリーとなりました。どんなお気持ちで打席に入りましたか？そうですね、まあ、チャンスだったので、打ちたいという気持ちもありましたけど、スクイーズをちょっと考えながら打席に入りました。結局スクイーズのサインは出ずにヒッティングだったかと思いますけれども、そのあたりはどのような心の動きがありましたか？本当にスクイーズ待ってたんですけど、なかなか来なかったので、もう切り替えて、まあ、追い込まれたので、なんとか、バットに当てれば、超えていくんじゃないかなと思ったので、うまく切り替えることができてよかったなと思います。結局ヒッティングでしっかりとバットに当てて高いバウンドでピッチャーの頭上を越していきましたけれども、感触とその打ち終わった後のこの球場の雰囲気とか気分はいかがでしたか？最高でした。ただセカンドランナーがレアードだったので、アウトにならないかっていうちょっと、ドキドキしながら見てましたけど、本当に、よく走ってくれたなと思います。ナイスバッティングでした。まず中島拓也選手にお話を伺いました。それでは今日6回無失点のナイスピッチングでした加藤投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まず逃げ切りましたけれども、加藤投手、今のお気持ちいかがですか？そうですね、はい、本当に良かったと思います。まあ、今日はシーズン終盤で首位ホークスとのその首位争いも激しい中での登板でしたけれども、どのような気持ちでマウンドに上がりましたか？そうですね、まあ、一人一人しっかりと集中して、投げるってことを意識して投げました。そして今日の加藤投手は5回を終えて被安打ゼロでした。ノーヒットノーランの意識はいかがでしたか？全くなかったです。その言葉の通り、その後6回にヒットを打たれても全く動じませんでしたね。まあ、打たれたとは、はい、思ったんですけど、まあ、その後ゼロで抑えれてよかったと思います。今日の好投の要因何だったんでしょうか？やっぱ増井投手の粘りを見て、はい、僕も学びました。この3連戦はその増井投手から始まって今日で3連勝となりました。現在まだ戦っているホークスとのゲーム差はこの時点でなくなりました。最高の形で明後日から福岡での戦いが始まります。明後日以降に向けての意気込みをお二人お願いします。まずは加藤投手。連戦が続きますけども、選手全員で頑張りますので応援よろしくお願いします。それでは中島選手、明後日以降に向けてお願いします。福岡に行って倒してきます。今日のヒーロー中島拓也選手と加藤貴之投手でした。ありがとうございました。ということで、2人の、まあ、投打のヒーローということになりました。見事勝利を挙げた加藤貴之投手と、そして2点タイムリーヒット、
見事な活躍でした。中島拓也選手のインタビューでした。さあ、そしてインタビューの後は恒例となりましたヒーローによる自撮り写真です。こちらの写真は放送席に届き次第視聴者の皆様にも披露させていただきます。さあ、まず加藤投手 の、まあ、あのコメントで印象的だったのは、まあ、昨日の高梨投手も一緒だったんですけれども、やはり初戦の増井投手のピッチングを見て、はい、何かこう粘り強く投げたいというね、そんな気持ちになったというね。もっと具体的に聞きたかったですね。なるほど、粘り強くどこを参考にしているのかっていうね。しかし、まあね、もともと先発ではなかった。